日本に来て一番最初持ってた車はホンダシビックですね。あれはすごい歴史的な車です。パッと見た時にすごいパワフルな顔をしてますね。個性的なデザインを残すのは簡単じゃないですね。ただこれいいな、親しみ感じる、使ってという感じ。ツートーンですごい綺麗、グレーもシックですね。スポーツっぽい感じとそういう遊び感じ、使いやすいと思うんですね。年齢の人から若者の心を引っ張る車じゃないかな。デザインすごい大人っぽいスーツがあって、ラフなシャツ着て遊びに行ける。デザインと色の組み合わせがエレガントだからカッコつけられる、飽きないです。 SUV はかっこいいです、ホンダっぽい。